さあ日本の鍵山正和登場しました。テクニカルプログラムは第11位です。去年世界選手権では最高の8位まで上りました。このオリンピックでもこの後入賞ラインの8位に到達するためには歯切れよく持ち味の演技を生かしてほしいものです。助走のスピードに乗ってトリプルアクセル持ちこたえました。3回転半練習で失敗の多かったこのトリプルアクセル、トリプルルッツ大丈夫です。トリプルサルコー綺麗です。出場選手の中でもひときわ小柄な1メートル60センチ、名古屋市の出身、愛知工業大学の4年生、22歳。ちょっと引っかかったが大丈夫、トリプルループ。楽に飛びます、ダブルアクセル。今シーズン使っております曲はランボトリプルダブル、コンビネーション決めました。トリプルルッツからダブルトーループ。いよいよ演技終盤、ここまで無難に来ています。トリプルトーループ成功しました。やりました、日本鍵山正和。
ガッツポーズが出ました。いい演技でした。ちょうど2年前アルベールビルオリンピックの時にも前半のオリジナルプログラムを終わって11位と今回と全く同じ位置でした。しかし前回はフリーの失敗で13位に落ちてしまいました。さあ見てみましょう。最初の課題のトリプルアクセル、前で踏み切って3回半です。着地の安定感は定評のあるところですが、よくここで持ち直しました。染谷慎二コーチと6シーズン目に入ります。まこの左側でニコニコ顔が見えるのは染谷コーチ。思えば1ヶ月前全日本選手権の時にはもうこれ以上はないという不調でした。日本の第一人者の鍵山正和が及川に敗れた全日本、よくここまで復調してきました。さあテクニカルメリットです。 5.1 から最高は 5.4 です。これが技術点、満足の表情です。さあこの後アーティスティックインプレッションです。 5.1 が2人います。 5.0 もありますが、まずまずの評価でしょうか。日本鍵山ここまで17人を終わりまして現在第5位です。Thank you.